シャンティ、サンスクリット語発音、ANTH、ヒンディ語、英語、シャンティの本来の意味は憎悪の感情のない友愛に満たされた状態で、戦争の対義語である、平和のことである。社会的外面的平和から内面的な平穏、弱情も意味し、ヒンドゥー教、ヨガ、仏教などにおいて追求される、心の平安、内なる平和のことである。 英語では音訳でシャンティー、その訳として、インナーピース、漢訳では、サビ、または、ひさげと訳される。陶記事では、ボンゴのシャンティーとそれにちなむ項目について記述する。ヨガにおけるマントラでは、オム、シャンティーシャンティーシャンティーとシャンティーが三度唱えられる。この参照により体、心、スピリッツを平安に導くものである。この参照については、自分、周囲、 世界の三位の平和を祈るとするものもある。またこのシャンティ三章のマントラは、ヒンズー教や仏教の行の終わりにも参加者の平安を祝福するものとして唱えられる。シャンティの概念は、近年マハトマガンディのサティアグラハの思想や、サティアサイババなどの教え、さらには、世界的に普及しているヨガなどの影響で広く知られてきている。仏教においては、ハラミツの EN、クシャンティであり、 中国語で、ZH、忍ぶと表されている。日本語では六ハラミツの、ニンニクパラミツであり、耐え忍ぶことを意味している。苦難迫害を耐え忍び、同時ない安らぎ、平穏を得るための悟りの行である。忍耐、寛容の行の末に、心の平穏を得るものである。シャンティで言えば詳細は、英語版の、EN、シャンティを参照。平和、平安を意味するシャンティは、 女性の名前として人気がある。インド神話においては、学者とシュラッターの娘の一人の名がシャンティであり、ダーマやラハーブンの妻もシャンティという名であった。ドゥルガーの名もシャンティであり、ガネーシャの50のシャクティの一つもシャンティである。シャンティスナイダー2011630万ジャパン、エキスポ34インドではポピュラーな名前であるが、 日本においてもヨガスタジオやインド料理店から由来は不明だが、喫茶店や美容院などの店名などに使われている。ビスババラティ大学の創立50周年を記念した、タゴールの肖像と学者の画像の切手シャンティ・トーバ、島谷ミインドでは、シャンティとタイトルのつく多くの映画やテレビ番組が制作されている。ありがとうございます。